はい、どうもどうも。どうす。朝弁、また戻ってきましたからね、ここに。ねえ。この前、ズームイン工夫だったらしいから。そう、だったらしいって違う人みたいな。ちょっとね、なんか寝すぎて回復ちょっとね、記憶まで飛んでしまったという。久方ぶりの。久方ぶりの角田でね。うん。昨日なんてね、仙台から角田に行ってからまた仙台に戻るというね。もはや仙台に住んでる我々みたいになってる。仙台満喫してるじゃないですか。仙台から角田行って、角田に30分だけ行ってまた仙台に戻っていくという。そういう仙台ラブの人だから。それなんで何かあったんですか。あ、昨日はね、仙台から角田に行くという取材をしたんです。ああ、そうなんですね。だからまた終わると我々ウーバーウーバーしに仙台に行くじゃないですか。こうやってだから角田にいる時間がたった30分。現地解散はしないんですか。だから仙台からこう角田に行くという旅を取りに行って、そういうことですね。で角田に着くじゃないですか、はいはい、でお疲れ様ですって言ってまた仙台に行くという仙台ラブ感が半端ないです。仙台ラブ感がもう半端ない武藤のプロレスラブと張り合ってるから私仙台ラブなるほど。で何かねんぞよ。あ、前回ブレインダンプしろって言われたじゃないですか。ああ、あれをちょっと共有していいですか。行きました私、うん、私たちもやったからね。わ、さすがです。でもですね、すごい見にくいんですよねこれ。あ、これかな。あ、これちょっと待ってくださいね。はい、おいおい、ちょっと待ってください。あれ、どこ行っちゃったんだ。あ、これか。もう違う。このように時間取ってる場合じゃない。いいか、これでやってみよう。ちょっと、私の工夫48連発ギャグをお楽しみください。あ、できました。おえー、もう今やろうとしたのになんか文字化けしちゃったんですけど。うん。この、なんかマインドマップ的なものを使ってみたんです。この。マインドマップ。最初はですね、僕は頭の中で分かったんですけど、大項目を作って、なんか読書って間違ってるんですけど、うん、どこ間違えてる？これ読書って書いてあるんですけど、間違えてるんですよ、これ。うん、文字化けしてるんで、ちょっとなんか移行したら。ああ、なるほどね。ええ。ウィウィ最初はこう、これなんだろう、娯楽か。ドラゴン？娯楽娯楽ってやってて、でもいっぱい出してたらもうごちゃごちゃになっちゃって、後で整理しようと思って、うんうん、まずは出そうと思ったんですけど、なんかこういうバンジージャンプ、ええ、無重力空間、はい、無重力空間出なかったわ、悔しい。あとはまあこの歌舞伎とか、僕占い歌舞伎はね、我々も出した。占い実はあんまやったことないんですよ。あ、なるほどね。本気のやつ。あ、そう、スーパーカーとかも私も高級車に乗るわ、ね、ええ、あと大学生になってない。ああ、なるほどね、ええ。私たちは大学生。あと薬用系も行ったことないんですよ僕。あ、厄除けね、お払いみたいなやつ、ね、そうそうっす。我々ね、車以外お払いしてる。あ、でも私、羊はお払いしてもらってなくて。ええ。なんかこれ、文字化けしまくり、摩擦ってなんだ、これ。摩擦。え、ちょっとわかんないです。これは多分、洞窟生活って書いてあるんです。洞窟生活、あ、私もね、その自然の山で のホームレスっていう。ええ。あ、そう、ホームレス書き忘れた。あと、金縛りとか。あ、金縛り私もないんだよね、実は。え、ないですか？何気に金縛り経験ないんですよ。ええ。なんか話に聞くところね、なんかじじやばばあが上に乗っかってくるって言わせ聞いてます。ええ。ないんですよね。まあ、体が寝てて脳が起きてる状態ですよね、あれ。いや、もうずっと寝てますからね、我々。あと何気にコンテストとか出たことないですし。あ、コンテスト？ね、なんかいいなと思って。考えたら。あと戦争。戦争ね、テロとかね。そうですね。あと、億万長者と話すとか。億万長者と話す。ジャングル体験。あと、宗教入会。ああ、それもね、私はあります。宗教入ってねえなって思ったんです。ええ。もう羊教入ってるからね、私なんかね。自分で作ってるんだからね。なんかすごい。あと、なんか、大きい企業の戦略会議とか出たことないんで。ああ、なるほどね。どんな感じなのかな。あと、これは多分飲食って書いたんですけど。うん。まあ、ドローン。ドラッグ、あ、そうですね、ドローンも飛ばしたことないんで。あ、わんこそば、悔しい。
ワンコスマスをいつもやろうやろうと思ってやったドンペリ、あとこの世界一臭い、僕臭いの苦手なんで。ああ、の変なやつか。そうそうす、缶詰の。あ、見たこともねえな。これはなんか事件暴力系で、うん、なんかやった、なんか呼吸とか事件ね、暴力系いっぱい出るんですよ、ね、出ますねこれ。なるほどね。そっちへ入るとね、なんかどんどんね、ちょっと人がね、病んでくるんでね。私好きじゃないですか、未解決事件とか。はいはいはい、ちょっとね、なるべくそっちは考えるように。なるほど。いっぱい出るんですよね、そっち。そうなんですよ、なんか、まあ、留置所、拘置所すら入ってないですか。そうですね。まあなんか訴える訴えないっていうか、結局はあの裁判とか捕まることだなと思ったんですけど。 N 座はなんか裁判所すら多分行ってないと思って。ああ、そうですね。私たちは裁判所に、ね、行く、それはもう済ました。あと訴える方やった、ね、訴えられる方やってねえわ。訴えられようかな。あとこれは医療的な治験だったりとか。あ、治験 ね、 ね、僕手術もしたことないんで。あ、そうそう、手術はね1回だけあるんですよ私。へえ、なんすか。あの骨を折った時の骨の手術で。で、私は入院したことないな。はいはいはい。っていうのあります。あとこの辺。あと人工呼吸器悔しい。それ思いつかんか。あとは、なんかめちゃくちゃなってますね、これ。これは多分仕事関係ですね。仕事関係なんでしょう。でも仕事関係なのか適当に入っちゃってますけど。警察官ね。ええ、株式着ぐるみ、あ、着ぐるみ着たことないね。はい、あの私なんか着ぐるみだけど。コスプレありますけど、着ぐるみのあのドッキングがっつりのやつはないですね。わ、私なんかもうそのまま。片手じゃないですか。いや、F のおっさんはある。あの全身の、全身のクマの着ぐるみ着たことない。マジですか。あるある。ちょっと作りたいですね。ああ、なるほど。あれどうやって作るんですかね。あれ作ったら高いよ。邪魔ですね。あれ作ったら高い。そう、一回使ったらもうなんかずっと倉庫みたいなね。その人しか使えないですよね。うん、臭いんだよね。汗汗なんて。コロナ感染半端ないです。うん。あと昆布樹、更新。あ、昆布道ね。はい。そう、私もね、剣道やったことないんです。え、剣道ないんですか。剣道ないんです。剣道、柔道あるんですけどね。まあ、柔道はね、よくやるから、ね。うん。あと、探偵、やっぱやりたいです。あと、あれだ、今思ったけど、え、あの、もしかしたらあの、プロレスとかボクシングのリングみたいなの立ったことないかもしれない。あ、本当ですか。いや、なんか一回だけあるような気もするけど、なんかないような気もする。僕、この中に立ちましたよ。え、あそこ？はい。真ん中？ K1 の試合の時の、なんかリングチェックみたいなのやるんで。へぇ。羨ましい。意外と硬いです。なるほど。ええ、意外と滑るっていう。あとね、なんでしょうね。あ、このぐらいです。こんな感じですか。はい、101個。うん、これ私ね、サーフィンとかもやってる。あ、ないんですか、湘南なのに。あの横乗り、横乗り系から逃げてる羊と言われてるんだ、ええ、我々。じゃあ、ジェットスキーやりましょうよ。ああ、ジェットスキーとかね。ええ、海釣りも行ったことないね。あ、僕もないです。海釣り書いた気がするから。書いてない。海釣りいいかもしれないですね。うん。てか、海釣りなんかみんなやってんのに、我々には海釣りの世界がない。FC は釣りの人と話が合う気がします。ええ、どういうこと？なんか釣り、その海釣りで出かけてる人って結構もう、アップアップしてる。人たちばっかりらしいんで。どういうこと？アップアップ。ああ、そういうことね。アッパー層が多いっていう。ファイヤーと。だから、なんていうんですか、ある意味変わってる人だったりとか、なんかその考え方が違う人で、あ、お前面白いなみたいな風になる可能性の方が高い気がする。あ、なるほど。はい。我々ね、待つのが大嫌いなんだよね。いや、僕も嫌いです。だからね、釣りがダメなんですよ、これ。あと、魚種はあんまり好きじゃないんで、僕。あ、魚種は大好きですか。ええ、魚種なんかいたらもうミラノ種って呼んでる。FC はなんか、あ、工夫はあったんですか、なんかこれ以外な部分。これ以外なんだろう、こうやって言われちゃうともう N 沢の言ってきたのがちょっと今頭に意識しちゃう。まあ確かに。何言ったかな。なんかね、まだ 3,4 個 N 沢が出してなくて、う
みんながやってそうなやつみたいな出した。ベルズはそういえばあれは左ハンドル。左ハンドルは乗ったことありますよ。乗ったことあるの？あの選手の車は僕運転したりするしてたんで。なるほど。え、じゃあマイクロバスとか運転できる？あ、できます。すげえ。あの何ですか？4トンまではや運転したんじゃないですか？2トンでしょ。やらないのそれ。はい。ありましたからね、商売に。謎の。あとは皇居の中に入ってない。おお、皇居の中確か入ってないですね。周りだけですね。あとはね、なんでしょうね。ちょっとそれを、ちょっと今、ヘルザーのばっかり言っちゃったんでね、動画に撮ったんでね。ああ、本当ですか。ちょっと時間あるときに、ね。了解です。ポロリポロリしてもらえると。でも、大してそんなには出なかったです。これでも